ッピーハロウィーン。ふぅー。まず皆さんに謝罪をしなければなりません。こちらをご覧ください。前回ね、編集さんにパートやってもらったんですけど、13ステージまでクリアしたんですよね。ところがね、14から18まで、その後僕もプレイをしてですね、やったところ、なんと音声が入っていなかったということで、速攻で動画を削除しました。申し訳ございません。ということで、やったことのあるステージなんですけど、あれをプレイしてから何日経ったんだろうね、10日に20日くらい経っているので、もうさっぱり覚えてません。ということで、その続きからやってまいります。そしてね、今ね、皆さんチラッと見てたかもしれないし、ね、これ今見えてるかもしれないんですけど、見て、ウォンテッドって書いてるさ、ドラキュラさん、今日ね、プレイしてるのが11月の3日、ハロウィン終わってんですよね。ハロウィン終わってるのに、まだハロウィンかっていう感じなんですけどね。いいのかな、まあ、いいか。ねえ。そう。皆さん、ご存知かあれなんですけど、バーチャーやっちまった。皆さんご存知かわからないんですけど、GoTo イベントっちゅうのがあるんですよね。これはどっちだったっけ、GoTo イベントっちゅうのがあってですね、それでなんだっけ、あれ、そうで、今度ね、ユニバにね、1年半ぶりくらいに行くことになったんですけど、あれすごいね、チケットが 20% オフでさ、しかもなんだっけ、1500円くらいの、なんか、ほい、1500円くらいの、うまっ、1500円くらいのなんかクーポン券がついてくるんだったっけ？だよね。うん。で、しかも新しくマリオのカフェが行けるんで、あれね、行ってみたいんですよね。どうやらピーチ姫になれるらしいんですよ。うん。多分そっちじゃないよね！そっちじゃないよね！皆さんどうです？ GoTo Eat とか GoTo Travel とか GoTo イベントとか、なんかこう、いろいろと、使ってます。使ってますかね。うちもね、嫁さんとそのユニバに行こうみたいな話が出てたりとか、まあ、それからなんだっけ、こうドゥ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 、やった。星3つゲットし。このボーナススリップっていうのが、いや、なんなのかっていうのが未だによく分かってないんだけど。まあ、それはいや、で、まあ、ユニバ行ったりとかね、旅行に行ったりとかっていうので、やっぱあれね、国がいろいろとね、そうやってね、なんか援助してくれるっていうのがあるんだったら、ありがたく使わなくちゃいけないよねって感じなんですよね。うん、と思うんですけどね。これ合ってるのかな、ほいで、移動する、あれ、こんなステージだったっけ、お辞儀させてですね。で、どっち？あっちか。あ、ちょ。いけない。いけ。あれ？ちょっと待って。あれ、こんなステージあったっけ？あ、飛べない。で、あの椅子はいつまで動き続けてんだって話なんだけど、これ向こうまでピョーン、キッチー。こっちから強引に行くか。いけた。で、落ち着け、ぴょん。お、すげえ、なんか今回すげえスムーズ。なんか記憶の彼方かもしれないけど、やっぱやったことあるステージだからかもしれないですね。ずるいよね、こういうの。だー調子に乗るとすぐこういうことが起こるっていうね。皆さん、教訓ですわな。ほい。で、乗って、ぽい。で、入って、で、これはどっちに行くべき？あ、なんか、日本語喋りましょうっていう感じですよね。まあ、ちょっと最近ね、心理学とかコーチングの方の動画が、まあ、結構、サクサクっとね、撮れてるっていう関係もあって、まあ、ちょっとゲーム実況の方あんまりやらなかったりしてるんですけどね。これついてったらなんとかならないかな。無理だよね。そう。でね、ただ、近々、まあちょっと、ね、せっかくなんで、ちょっとライブみたいな感じのことをやって、で、ね、
皆さんとおしゃべりをしながらゲームを進ませていくっていうようなこともやってみたいんですけど、まあ、一人でも二人でも、一緒にやってくれる人がいれば、僕はもうそれが万々歳なんで、もうそういう形でやっていこうかなと、お前はラジオ動かないんかい、という形でやっていこうかなと思ってますんで、まあ、もしですね、興味ある方はぜひご参加いただけたら、もうこの上ない喜びでございます、というところで、あ、くそ、電話に乗りたかった。Try this. レベル17。これもしかして何？自分がクリアした時のムービー見ろってやつ？いや、過去の自分には変えない。そして俺は過去を凌駕する。バイ、イヌイ。そんなセリフがあったと思うんですけど、これね、微妙にね、どのタイミングでこうね、折り返すかっていうのがわからないのが怖いよね。ドン、ほい、ほい、ほい。で、くる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 これって、おいけー。あ、それずるいことなんかしたらダメな気がするよね。あ、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 ちょ、ちょ、ちょ、頑張れ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 。はぁ。ひょいん。え？あ、ちょっとそんなバカな。ひょいん。ほい、ほい。よいしょ、オッケー、いいね。よし、いけ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 、ゴイ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 メリーゴー。ほい。ほい、あっちゅ、ついつい。ぴょいん、あれぴょいん。ぴょいん。ぴょいん。どうよ、慣れたもんでしょうよ。で、こん、とりあえずそっちに落としといて、こっちからの、こっちからの。あれやっぱ。ウォーターサーバー行かずに直接電話に乗った方がいいのかな。そんな気がしてきたよ。病院。10月の終わりにですね、まあバスケットで母校に行ってね、高校生相手に試合をしてきたんですけど、まあ試合というか練習に普通に参加してきて、なぜかね、だいたい練習の最後に3分試合とか5分試合とかっていうのをやるっていうのが練習のオチだったのに、その日に限って OB が8人くらい来たもんだから、ちょっとルオさん試合 させてもらってもいいですかって言って、急なフルゲームでね、でしかもね、僕なんかでも若いね、6、7歳若い人たちがねたくさんいたにもかかわらず、なぜかね、最年長から2番目に年齢の高かった私がですね、40分中ね、30分くらい試合に出されるというね、もう鬼畜の所業でしたよね。そのおかげでね、1週間股関節がバッキバキになるっていうね、あれやっぱりこう普段使わない筋肉とかを使うようなことがあると、ことがあると、なかなかね、耐え難い痛みを味わうっていうね、皆さんもあります？なんかこう現役の時は普通にやってたこうプレーとかが、大人になってやってみたらなんか思わぬダメージを受けまくる日々がこうね、切ねえよなーんよね。いまいちこうまだね、コロコロなってたら、そう先の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 、はい、ちょいです。あー、超行き過ぎた。勢いはいい、お前のその勢いは好きだ、だがそうじゃないんだ、違うんだって、なんでだよ。ほい、そうそうそう、それが正しい、それが正しい。ね、まあ今日録画これしてるのが11月3日で、どのタイミングで動画が上がるのかわからないんですけど、皆さんはハロウィンはいかがお過ごしでしたか？今年はやっぱりその密のこともあって、なんか渋谷の方でハロウィンのなんかすごい集まりがあったみたいなニュースとかはなってましたけど、大阪の方とかね、その関西地方の方はね、全然そんな話とかがなかったもんですからね、やっぱり例年に比べて、特にそのさっき言ったユニバなんかはね、
USJ なんかはすごい盛り上がりを見せる時期ではあるんですけど、そんなも全然なかったもんですからね、毎年ゾンビちゃんたちがね、スリラー踊ったりとかっていうすごい楽しいイベントがあったりするんですけど、そんなこともなかったので、まあちょっと寂しいなーって思ったり、ね、あ、知らない間に新しいステージに来た、しかも飛べない飛べない飛べない強引、そんな中でクリスマスの方のねイベントはね行こうと思ってるんですけど、おこれはもしかしてこれはもしかしてこう行ってこう行ってこう、あ、ちょっと待って、え、向こう側にはどう行ったらいいです、え、向こう側にはどう行ったらいいです、やばい、新ステージに行っていきなりテンパってるテンパってるテンパってる、上に乗れるあれでもなしですよね、ほいほいほい、でこれを全部落としたら急に動き始めるとか、え、どういうシステムこれ、あそこまで行きなさいってこと、え、ポン動かない、え、ほっ、あ、なるほど、缶を使えってこと、あ、なるほどなるほど、はい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 、悩んだだけ無駄だったってことですね。ね、さっきからなんだっけ、ハロウィンの話どこ行ったんだっていうことなんですけど、痛い刺さった、ハロウィンの話はね、まあまあいいですいいです、ところでピョーン、あれ、いけないいけない、これはどうしたもんかね、ほほ、下からつつく、下からつつくとなんか落ちてくるのか、ほうほう、おー、で、この上からポン、届かねえじゃねえかよ、届かねえじゃん、 あれ届かないだす、ちょ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 、ほい、うん、まあハロウィンはね、あ、なるほどなるほど、こうやって押してくるのね、押せない、うわっちゃ、やっちまった、え、待って待って、どういうシステムです、ほいほい、うん、いや行き過ぎ、そマジか、そんなことがありえるんですね、なるほど、自分が下に行くことによって調節をしなくちゃいけないと、なかなかむずいゲームですな、まあ、知ってたけど、よいしょ、とよし、オッケー、いやいやいや、行き過ぎ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 、ありゃー、ポンポンってさせるって書いてあるんやけどな、それ以上のポンポンってのがなかなかむずいみたいっすね、よし、オッケーオッケーオッケー、ストップストップ、いや縦かよ、え、まず登れる、そもそも、あ、登ったけど登ったけど、行けるか、行ったー、言ったけどお前そうじゃない、くっそー、ギリよくレベル20まで来たのにレベル20でつまずくとは、もうね、違うでしょ違うでしょ、そうじゃないだっすよ、そうじゃないそうじゃないの、なんとかならない、なんとかならない、なんとかならない、さらば地球、あー、ちょっとこれをクリアして終わりたい、キリよく20をクリアして終わりたい、うあー、その微妙な距離でいけるかな、いくぜベイベー、ティア、あー無理だった、あ、うん、分かった分かった、トライディスは分かった、トライディスは分かってるんですけど、やっぱりなんかこう負けられない戦いがそこにはあるっちゅうやつ、登れない戦いがそこにあるっちゅうやつ、登ったけど、ほっと、ほっ、あ、え、全然飛ばないじゃん、マジか、つらい、皆さんグランフロントって知ってます？大阪のね、
あの駅に、あ、こっちに戻ってきちゃダメなんですよ。大阪駅からまあ徒歩10分以内くらいにある。まあ商業施設なんですけどね、オフィスタワーとかがあったりとか、まあ、それから食べる飲食店とか普通の雑貨屋とかがいろいろある中で、まあ、あの紀伊国屋書店とかもあったりするんですけど、そこにあるキルフェボンっていうね、あれは何なん、まあ、ケーキ屋さん、フルーツのケーキ屋さんみたいなのがあって、まあ、そこでこうちょっとね、あのハロウィン用のあのタルトを買ってですね、でまあ嫁さんと2人で食べたんですけど、まあ美味しいね。やっぱり、あ、え？あー、うわ、影手裏剣の術。あ、ちょちょちょ、待てろ待てろ、え、ちょちょちょ、待てろ待てろ待てろ、あ、ちょっと、あ、くそあー、キルフェボンっていうね、美味しいケーキ屋さんがあるんですよ。もしね、大阪にね、あの来られる機会が皆さんありましたら、ぜひそこね食べに行っていただきたいなと思うんだけど、元気だね君。それは無理じゃない？それは無理じゃない？ですよね。そうね。で、いつもそこをこう普段はつうか、僕経験したことないんですけど、カフェスペースもあって、でね、それがまるでねユニバかよっていうくらいの人が並ぶんですよ。よいしょ。そう、ユニバかよってくらい人が並んでてね、まあ、空いてる時で、あ、行けなくなった。空いてる時で、なんて言うんだろう。まあ、20分とか15分くらい。今、コロナ禍になってからね、一時人めちゃくちゃ減って、まあ、カフェスペースが再開した時には10分とか15分とかで入れたんですけど、まあ、最近はもう大体昼間から夕方にかけてはもう4時とか。あ、じゃあ、何言ってんの4時とかって、4時は夕方すらそうだろうって話で、ごめんなさい、何が言いたかったかっていうと、あの、その、夕方、昼間から夕方にかけては、だいたい1時間くらいの、あの、人、お客さんがね、もう並んでるんですよね。うん。うわぁ、これやばいな、マジで、むずいな。そう。っていうところなんで、まあ、あの、でも確かに、そのくらい、まあ、並んで食べるっていう価値は、まあ、あるっちゃあるよね。なんか、そこで食べる、その、なんか、こう、なんか勝利のね、杯じゃないけどさ、ああ、やばい、成功の道筋が見えねえ。そう。まあでもなかなかね、いいお値段はしますよ。うん、安いやつでも、まあ、ワンピース100で収まるわけがない。あの、600円とか。で、高いもんだったら、まあ、800円とか、ホールだったらもうね、8000円とかするくらいのものとかもあったりするんで、まあ、うまいんですけどね、ただね、本当にうまい。で、季節のフルーツを使って、あの、今の季節だったら、その、例えば、かぼちゃとか、栗とか、それからなんだっけ。何食べたっけ？かぼちゃ、栗、いちじくとか、なんかそういう感じの。よし、OK。よっしゃ、いった。もうお前には負けない。ふぅー。さあ、ラストやって終わろうか、これ。Now available new ball unlocked。 なんかめっちゃスターウォーズに出てきそうな。来た。よし、行こう。ほほほほ。おおおお。え？あ、なるほど。あそこに行かなくちゃ。
でクリアした。あといよいよ、あれ30までじゃなかったっけ？ 34 まで増えてる。うっそーん、そんなオチあります？まあもう全ステージクリアするまでやりますよ。とりあえず季節外れのハッピーハロウィン、皆さんいかがだったでしょうか？最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画
までお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。